はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズの第24弾をお送りします。で、今回は9問ですね。これをやっていきますので、まずここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、わかんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、画面下げますので、お待ちください。ちょっと行くよ。よいしょ。はっ。あ。この辺かな？よし、じゃあ行きましょう。ではまずね、いつも通り最初は計算問題が続くので、まあ、計算ミスに気をつけながら行きたいとこなんですが、で、最初は、マイナス7、プラス9なので、特にまあ、言うことはないです。マイナス7とプラス9くっつけてという発想で、答え。まあ、プラスの方がね、多いから、プラス2、まあね、2ですね。になります。で、2番はちょっとね、まあ、分数が入ってる分、俺みたいな分数苦手な人とかね、ちょっと引っかかりやすい人は気をつけた方がいいんですけど、まず、足し算と割り算二つあるので、割り算が先になります。で、割る分数ってきた場合は、これそのままね。ちょっとここもそのまま書いておいて、基本的にはかけるに直しちゃいましょう。で、割るをかけるに直したら、その後ろは逆数、ひっくり返ります。三分の一が。つまり一分の三。まあ三って書いてもいいんだけどね。こうなる。で、ここの掛け算先に計算すると、こうやって約分できます。2ってね。つまり、こっち行くよ。これが、1、プラス、カッコ、マイナス、2分の5ってなる。ちょ、移項つけようか。で、1を2分の2。まあ、下を2にしたいからね。通分するために、1を2分の2に直すことによって、上が2-5になるから、マイナス、2分の3と。これで終了です。じゃあ次はね、普通に計算していきましょう。カッコの前に8があります。だから、この8をこいつとこいつに配る。掛け算でね。そうすると、8x-8y。プラス6をこいつとこいつに配ると、プラス 6x。で、掛け算で配るから、-12y です。で、ここで止めずに、x 同士、y 同士をちゃんと計算して、x 同士が8と6です。だから、14x。マイナス8とマイナス12なんで、マイナス 20y。これで、よいしょ。OK。っていう感じだね。で、次がルートです。まず、ルート27。これは、9×3 ですね。9×27。9が3の2乗。なので、3が出てきます。で、3が残るから、ルート27は、待った、ストップ。ちょっと待ってね。少し開きます。ルート27は3ルート3になります。で、こっちなんだけど、こっちは分母。下にルートが来てる。で、これよろしくないと。ね。それは有理化っていう技を使って、下のルートをなくしに行きます。で、有理化は、ちょっと棒を伸ばしてもらって、かけるかける。で、ここに書いてあるルートを基本的に、下と上、両方にかけてあげます。そうすると、ルート3かけるルート3。ルートっていうのは同じものをかけるとルートが外れます。だから3になる、ここ。こうやってね、3。で、そうすると、3と6が約分できるので、上に2が残る。で、下はなくなったから、残りが2ルート3。で、マイナスもいるので、マイナス2ルート3と変わります。で、ルート3同士。だから計算ができるので、3-2で1。で、1ルート3とは書けないので、答え、ルート3。これで OK です。で、次も、まあ、配る。まあ、3番と似てますね。ちょっと文字が、X が2乗出てきますけど。で、これも X をこことここに配ります。掛け算でね。だから、X×X なんで、X2 乗です。で、x と2なんで、プラス 2x。で、ここで気をつけるのはやっぱこの部分かな。ここも展開の公式を使います。で、先にちょっと書きますね、上に。公式を使うと、x の2乗。足したものに x。足すとプラス1なんで、それに x つけるから、プラス x。プ
かけたもの来るんで、マイナス12ってなります。ただし、マイナスがいるじゃんか。で、間違ってもやっちゃいけないのは、マイナスがいるから、これ転換したらこうでしょ？じゃあ、ここにマイナス書いて、マイナス x2 乗で、プラス x、マイナス12って、こうやらないでください。これ一番やりやすいミスですね、この問題に関しては。そうじゃなくって、今、これは一つの塊で計算したので、必ず括弧が必要になります。つまり、ここに括弧が必要なの。そうすると何が変わるって、このマイナス配んなきゃいけない、ここに全部。だからちゃんと書くと、まあ、こっちはそのまま書きます。ちょっと待って、下入ってるかな。あ、大丈夫だね。で、マイナスを全部に配るので、マイナス x2 乗、マイナス x プラス12。こうなる。で、x2 乗消えます。2x とマイナス x で x。で、ここはプラス12が残ってるから、よいしょ、これで OK と、まあ、こんな感じでね、計算ミス気をつけてやってみきましょう。で、次は絶対値ですね。久々に出てきました、絶対値で。まず絶対値って何っていう方もね、いらっしゃると思います。これ簡単な覚え方は、絶対値は0からの距離と、ゼロからの距離って覚えてください。つまり絶対値が 2.5 より小さい、言い換えると0からの距離が 2.5 より小さいってことなの。まあって言われてもさ、ピンとこない方もいると思うので、これどうやるかっていうと、簡単に数直線書きます。で、真ん中0でしょ、1、2、まあ3、まあ、2.5 の話だからね。反対も書いておきましょう。まあこうなる。で、絶対値0からの距離が 2.5 より小さい。まあ 2.5 ってもこの辺にあるじゃないですか。この辺ね。例えば、2っていうのは0からの距離が2なんで、もちろん 2.5 より小さいですよね。0からの距離は。つまり、ここより左側の部分だったら、全部 2.5 より小さくなります。0からの距離に関してはね。で、大事なことは、それを全く同じ反対側でも考える。場所としてはマイナス 2.5 になるんですけど、ここね。マイナス 2.5。でも0からの距離は 1.2.5 なんだよ。マイナス 2.5 っていうのは場所がどこっていう話だけだから。距離っていうのはどのぐらい離れてるっていう話だからね。つまり、この間にある数は全部0からの距離が 2.5 より小さくなるはずなの。だって、このマイナス1っていうのも0からの距離は1だからね。だから 2.5 より小さいしね。って考えれば、今整数がいくつあるかって聞かれてるから、整数マイナス2、マイナス1、0、1、2ってわかるので、答えは5個。まあ5つだね。これで終了です。何個って言われてるからね。全部かけだったらちゃんと書きましょう。マイナス2からね。で、7番がですね、個人的には面白い出し方をするなっていう、多分俺初めてじゃないかな、こういう出し方するの。そこに式は書いてるんですけど、ちょっと問題文読ませてください。2つの方程式、こいつね、 3x プラス y イコール11と x プラス 3y イコール1の両方に当てはまる xy の値の組があると。この時 x2 乗マイナス y2 乗の値を求めなさいっていう。これね、多分やり方言われたら、何それだけみたいな感じがするんですけど、この出題のされ方をするとペンが止まる子出てくると思います。で、何言ってるかっていうと、2つの方程式あるよね、こいつ、これを両方に当てはまる xy の値の組ね、そこがピンとくれば、これただ単にこれ連立方程式解いてねって言ってるんだよ。当てはまる xy の組を探すのが連立方程式だからね。だからこれ連立解きます。わざと横に書いたけどね。で、これはね、y を揃えちゃうと、こっち3倍すると33でめんどくさくなるんで、ちょっとこっちに3かけて、x 揃えますね。こいつに3かけると、3x プラス 9y イコール3。で、引き算すると、こう消えて、マイナス 8y イコール8。で、マイナス8で割れば、y イコールマイナス1と出てきますね。で、これを、じゃあこっちに入れようか。y のとこにマイナス1入れると、x マイナス3だね。y にマイナス1入れたから、3かける。
マイナス1でマイナス3イコール1。これ、こっちに持ってくれば、x イコール4っていうこともわかります。ね、これ、連立方程式解いただけだからね。4とマイナス1。で、その時に、x2 乗マイナス y2 乗の、y2 乗の値を求めなさい。だからこれ求めろと。まあ、入れろって話です。なんで、4の2乗でしょ。マイナス、で、y のとこにマイナス1入れるときは必ず括弧です。指数があるときはね、こう。こうなる。で、4の2乗は16です。引く書きます。マイナス1の2乗、括弧の外に2乗があるので、括弧丸ごと2個分かける。つまり、括弧マイナス1かける括弧マイナス1です。だから、マイナス1かけるマイナス1で1。なので、答えは15と。これで終了となります。これ色的にはね、次赤の方が多分見やすいんですけど、まあ順番でいこうか、青でいいかね。で、今回この9問で一番、まあ、推したい問題、個人的にね、推しの問題は8番ですね。これ必ずできるようにしてください。で、今回やってることは、まあ、円の4分の1ですね。これ。こいつを AO を中心にくるくる回します。ちょっと右側映らないけどね、くるくる回す。その時にできた立体の体積と表面積、両方求めなさいっていう問題です。で、まず、ここ、くる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 回すと何ができるかっていうと、ちょっとフリーハンドなんでごめんね。こういう半球っていうのができます。半球。つまり球の半分です。ボール、まん丸のボールをスパンって真ん中で切った上半分、まあ、ヘルメットみたいな感じだね、ができるんです。あれを回すといいかな。これがもしここまでこういう風にある、まあ、円を半分にしたやつ、これを回したら球ができるんだけど、いいね。じゃあこいつのまず体積からいこうかを求めなさいと。で、体積の方がまずやりやすい。なぜかっていうと、これも9の半分でしょ。だから9の公式書いて、半分だからかける2分の1。もしくは割る2をすればいい。半分だからね。でも大事なのは、9の体積、公式です。これは、ここの数字だよね。3分の4です。かけるの。3分の4倍から始めます。で、それに半径を3回かける。今、もともとここ、3だよね。半径3って書いてるから。で、それを回してるので、当然、この半球、ここも3になります。半径3だよね。つまり、半径を3回かけます。しつこいけど、結構忘れやすいところなんで、もう一回言うね。球の体積っていうのは、3分の4π かける半径かける半径かける半径です。R を使うんだったら、3分の4 πr 3乗って覚えてください。で、今、半球だから、これに2分の1をかける。半分にしたいんでね。で、あとこれ計算します。まあ、約分して、約分してってやれば、あとは 18π が残ります、これ。つまり、体積は 18π で OK ですと。いいね。ちょっと大きくかけすぎたね。表面積残ってるの忘れてた。で、表面積行きましょう。で、表面積は半球でよく出てきます。これ体積なくって、表面積だけっても結構あると思う。半球の時は。なぜなら、引っかかりやすいから、表面積。いくよ。表面積っていうのは、球の、まあ、こうね、外の部分。まあ、見えてるとこね、表面積全部なんですけど、これも同じように、もともとあったまん丸の球の半分にしようって考え方でいきます。ひとまずね。で、球の表面積っていうのは、4π かける半径2回です。4π かける半径かける半径。もしくは 4πr2 乗です。で、もし、このね、3分の4を4分の3って間違っちゃうことが多いと忘れやすいって思うんだったら、自分がよくやるのは、まあ、こっちも覚えなきゃいけないんだけど、4って1分の4でしょ。つまり、9の公式っていうのは使う数字が両方上が4なんです、必ず。っていうので、覚えたりすることもあるけどね。まあ、使えそうだったら使ってください。で、これが、球の表面全部。でも今半分にしなきゃいけないから、かける2分の1なのね。で、これで終わるのが一番ミスが出やすい。これで終わらせたいの。
この問題作った人はミスさせたいんだよね。で、何がミスかっていうと、さっきも言ったように表面積っていうのは見えてるとこ全部なのね。全部。今、この半球、今見えてるところって、今、この出した公式は外のこのカーブ上ね。この部分、ヘルメットのツルツルの頭の部分ね、ここ。出したんだけど、いやいやいや、下見えてるしっていうね。このスパンって切った間の下がここが見えてる。で、この部分っていうのは円です、普通に。だから、そこの円の面積を足さなきゃいけないの、表面積は。つまり、足す、円の面積は半径かける半径かける π です。だから 3×3×π なんで暗算して 9π って書いちゃいます。で、ここ、計算して、まあ2ですよね。で、ここが 18π になります、計算すると。18たす9なんで、つまり、27π。で、こっち面積だから平方センチメートルと。これで終了となります。本当に半球の表面積はすごい引っ掛けで出やすいんで気をつけてね。下の部分足すの忘れないようにしてください。で、ラストです。度数分布表のやつだね。もう全く何も情報書いてないんですけど、これはもう相対度数の出し方を知ってるかどうかです。で、結構、例えば、あれ、でもね、最頻値とか中央値っていうのは結構練習すると出てやとね、覚えやすいんですよ。で、そっちがよく出てくるんで、慣れておくと、急に相対度数って言われた時に、うんってなりやすい。で、相対度数の出し方はすごいシンプルなんで覚えちゃいましょう。今回、表を見て、まぁ、ちょっとね、動画戻ってもらう必要が出てきますけど、8.5 秒以上、9.0 秒未満の人は3人です。で、その出したい相対度数の人数、割る、全体も15人でしょ。これだけです、相対度数、出し方。で、あとこれ筆算してもらって、まあ、相対度数は小数で出すので、0.2。これで終了です。これだけ。で、ちなみに、例えばその 8.5 秒以上、9.0 秒未満の人が何パーセントですかっていう問題もあるんだよ。で、その時は、これにかける100するの。こうやって3割る15、その人数割る全体かける100、つまりこれ 20% になるんですけど、これがパーセントの出し方、相対度数はこっちね。これぜひ覚えておいてください。では今回は、高校受験対策の趣旨シリーズの第24弾をお送りしました。今回もね、最後までお付き合いじゃねえや、ご覧いただいて本当にありがとうございました。で、引き続き、まあ、四種シリーズとか別の単元取っていきますので、もしよかったら次回の方もね、ぜひ見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。